はい、どうも、白熊先生です。今日お話したいニュースは何かというとですね、大晦日のですね、超大型格闘技イベント、ライジンでですね、YouTuber の柴田さんがですね、元 K1 王者の久保雄太さんと戦ってですね、劇的な勝利を収めるということがね、あったんですけども、実はですね、久保選手とですね、柴田さんの間でですね、やらせのですね、いわゆるその八百長をですね、していたというですね、今ね、情報が出てきてるんですね。で、しかもですね、その証拠にですね、二人がですね、その八百長のですね、やり取りといいますか、台本決めと言いますか、そういったことをしているですね、なんと LINE が流出したんですね。今回の動画はですね、その LINE の詳細、そしてですね、その LINE は一体どこから流出してしまったのかっていうこと、そしてですね、実はこの久保選手がですね、試合後にですね、ある意味深なツイートをしていたということ、そしてですね、果たしてこれはですね、本物なのか否かということ、この辺に関してですね、ちょっといろいろと考えて喋っていきたいと思います。まずなんですけども、ライジンに出るのがですね、柴田さん2回目、2年連続なんですよね。で、やっぱ去年ですね、いわゆる、てっきりですよ、あっさり負けるのかと思いきやですね、柴田さんですね、去年勝っちゃったんですよね。だから、うわ、やっぱ柴田すげえっていう感じで、すごい柴田さんの株が上がったわけですよ。で、多分そういうのもあって、2年連続で、2021年の大晦日のライジンも出たんじゃないかなって思うんですね。で、その対戦相手が誰かっていうと、元 K1 王者の久保雄太選手なんですね。で、やっぱりその元 K1 王者っていうこともあってですね、いや、さすがにこれは柴田無理だろうっていうのが、大体の予想だったんですよね。で、そんな中ですね、なんと1ラウンドでですね、柴田さんが久保さんを倒しちゃったわけですよ。で、その結果何が起きたかっていうと、すげえ、番狂わせが起きた、柴田やっぱすげえんだ、みたいな感じで、ものすごいですね、柴田さんの株がさらに上がったわけなんですね。で、実際問題、柴田さんもですね、全力で喜びを表現していてですね、なかなか盛り上がったわけなんですね。でですよ、で、そんなですね、劇的な試合だったわけなんですけども、実はですね、これがやらせ、八百長だったのはないかっていう話が今出てきてるんですね。でですね、あるですね、LINE が流出してしまったわけなんですね。でですね、その LINE の内容としては何か、そのスクリーンショットが流出しちゃったんですけども、これ柴田さんの方からですね、視聴率や天チムさんに、ラウンドガールをお願いしたりしてるので、1ラウンド目はめちゃくちゃ私ふざけるので、1ラウンド目うまく時間潰して、2ラウンド目で本気で倒しに来てくださいというですね。つまりその1ラウンド目はですね、遊びと言いますか、めちゃくちゃ一緒に試合を盛り上げましょうと、盛り上げましょうと。で、第2ラウンドになったら本気で来てくださいよっていうことを、久保選手にですね、その柴田さんの方から言ってるラインなんですね。で、それに対してですね、久保さんがですね、はい、1ラウンド目は、威力加減して、2ラウンド目は本当のガチで行かせていただけばいいのですよね、というふうに、その1ラウンド目のですね、やらせをですね、承諾するようなやり取りが起きてるんですね。でも実際問題ですよ、皆さん。実際問題、柴田さんが1ラウンド目で倒しちゃったわけじゃないですか。つまり、このもしかして LINE の内容が本当なんであれば、その久保選手は、柴田さんの1ラウンド目はですよ、本気やらずに、盛り上げましょうっていうことを信じて、手加減していったら、柴田さんがガチで来て、そして1ラウンド目で倒されてしまったっていうことになるんですね。つまり、柴田さんは八百長を持ちかけて、それに乗った久保さんを見事に騙して、それで勝ったっていうことなんですね。あくまでこれが本当だったとしたらの話ですよ。でですね、このラインってじゃあどこから流出したのかって話なんですけども、そもそもですね、これ遡るとですね、こちらですね。久保さんがですね、あるですね、意味深なツイートをしてるんですね。これ何かっていうと、1月1日のですね、午後4時頃なんですけども、久保選手がツイッターを更新してですね、こう言ってます。嘘をつく人生は嫌だな。正直者がバカを見るのか、騙されるより騙される方がいいのかと。自分は真面目に誠実に真摯に生きたい、いろいろ疲れたことの経緯とかも全部きちんと話したいと。このような何か意味深なツイートをしたんですね。でですね、で、その後なんですけど、今度は、その久保選手の妻のですね、弟さんのツイッターアカウントにですね、あるね、ツイートが出るんですね。これ何かっていうと、おいおいおい、どうなってんだよ。こんな話に乗る久保ちゃんもどうかしてると思うけどさ、話が違いすぎるだろ。二人とも大晦日のライジンを何だと思ってるんだ。八百長なんてふざけるなよ。言わないでって言われたけどさ、黙ってられないでしょ、こんなの。っていうコメントとともに、先ほど言ったですね、LINE のスクショを上げたんですね。だから、つまり、この、出どころはですね、久保選手の妻の弟さんなんですね。つまり、このつぶやきを見るに弟さんが、そのね、言ってみたらそのね、お姉、自分の妻の、妻ですね、自分のですね、お姉さんの旦那さんですか、に当たるですね、その久保さんと話して、久保さんと柴田さんがやらせを行っているってことを知って、それで言わないでって言われたけど、これはもう黙ってられないよということで出したという話ですね。というのが、一応今のところ分かっていることの経緯となっております。で、もちろんですね、今回の件についてどこまで本当でどこまで嘘なのか、それとも全部嘘なのか全部本当なのか、ここに関しては分かりません。なので、僕的にもですね、今回の件はどちらが正しいのかってことは明言はしません。明言できませんから。ただですよ、ただ。
ました。はい。もしもの話なんですけども、じゃあ仮にですよ、皆さん。仮にこれが本当だとしたら、これね、マジでやっちゃいけないことしちゃったなと思いました。はい。柴田さん、マジで足を踏み入れちゃいけないところまで踏み入れちゃったなっていうふうに、僕は思いました。うん。はい。というのは何かっていうと、まあ、確かに柴田さんといえばですね、いわゆる炎上芸っていうんですか？はい。あえて人を怒らすと言いますか、あえて物議を醸すようなことをやってる、醸し出すようなことをやって、そしてですね、ここまで大きくなってきた人ですよね。まあ、だからある種柴田さんのこれお箱なんじゃないかって思う人もいるじゃないですか。ね。でもですね、柴田さんね、やっちゃいけないラインっていうのが絶対的に世の中にあるんですよね。で、それはですね、やっぱりそのライジンでの八百長ってまさにそれなんですよ。ね。まあ、いわゆるですね、そのプロレスみたいなこうエンターテイメント性のあるものに対して、このライジン、つまり格闘ですよね、っていうのはマジのガチンコ勝負なんですよね。はい。で、そのガチンコ好きのですよ、ガチの格闘技好き、そのガチのですね、どっちか勝つかわからない真剣勝負のですね、そういう格闘技が好きなファンからすると、このライジンっていうのはですね、1年1回のですね、もう大きな大きな祭りなんですよ。言ってみたら、うん。ね、もう一大興行なんですよ。ね。で、そんな場において、ね、そんな場においてですよ、皆さん。ね、ガチ勝負が好きな人が一年に一回ですね、大熱狂する、ね、年末恒例のライジン、大晦日のこのイベントにおいて、八百長を持ち込んでしまうっていうのは、これはですね、本当にまずい。本当にまずいことになると僕は思います。もしも本当だったらですよ。はい。柴田さん、まあ、炎上して、まあ、登録者数増えるし、再生数増えるから OK っていうふうに考えてるかもしれませんけども、そんな簡単な問題じゃですね、僕は済まないと思います。もしもこれが本当だとしたら、柴田さんはおそらく、その格闘技界にはもう一切及ばれしないでしょうし、何よりその久保さんですよね。はい。まあ、柴田さんに裏切られたみたいな感じになってますけど、まあ、一応一回は了承したわけですからね。久保さんもですね、格闘技界から姿を消すことになると思います。はい。で、場合によってはですね、その違約金とかもですね、もしかしたらライジンの本部からですね、請求される可能性も結構高いのではないかなって言われてるんですね。で、何かっていうと、こういう大型イベントっていうのはですね、試合に参加する前にですね、その不正しませんみたいな、そういう契約書みたいなのも書かされるパターンもあるんですね。まあ、もちろんそのライジンさんがそういう契約書を書いてるのかどうなのかはわかりませんけども、仮にですよ、仮に不正やそういったことをしませんみたいな、そういう契約書にサインをしてる上で、こういうことをしてるんであれば、ライジンをですね、200% ですね、そういったですね、お金を請求してくる。うん。損害賠償請求してくるんじゃないかと思います。はい。だってそうじゃないですか。もしもこれが本当だとしたら、そのライジン全体のイメージにね、傷をつけることになっちゃうわけなんですね。はい。だってこれを見た人がもしかしたら、柴田さんとその久保さん以外にも、他の選手たちもやってんじゃないのかって思っちゃうかもしれないじゃないですか。ね。そしたら、このライジンという格闘技イベント全体のね、いわゆる大打撃になっちゃうわけですよ。うん。まあ、つまり僕は何が言いたいかっていうと、もしもこれが本当だとしたら、柴田さんとですね、久保選手ってですね、二人の問題、二人の個人的な問題なんて、そんなね、ね、甘っちょろい問題じゃなくなっちゃうよと。ね。はい。それくらいですね、このライジンというイベントを傷つけた代償はでかいんですよね。だからまあ今後ですね、まあどういう風にですね、真相解明がなされていくのは、まあおそらくですけども、ライジン側が真相解明に走ると思うんですけども、まあどちらかわかりませんけども、もしも本当だとしたら、これ今後相当やばいことが起きるっていうことは間違いないということですね。はい。というわけですね、今日はここにでおります。この先生、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントの方、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。